デビットボーイ写真展に来ています。すごい、デビットボーイが回ってたんです。新しいアルバムブラックスターを手に入れてから間もなく、デビットボーイが亡くなったニュースを聞きました。私が中学生の時、デビットボーイを知りました。私は真面目な生徒で、生徒会や学級委員をやるタイプだったから、このダイヤモンドドッグスのポスターを見た時、衝撃的で胸がドキドキしたのを覚えています。それから彼の音楽を聴き、アルバムごとに違う音楽を作り出すデビットボーイにどんどんハマっていきました。歌詞の意味を分かりたいと思い、英語の勉強も頑張りました。コンサートは1983年のシリアスムーンライトツアーを名古屋で、1990年のサウンド&ビジョンツアーを東京ドームで見ました。そして2003年のリアリティツアーは5歳の娘を連れてロサンゼルスへ行ってみました。2013年にはイギリスの美術館で行われた展覧会にも行きました。これは名古屋駅の新幹線のホームで撮った写真です。サブスクライバーの一人からメッセージをいただきました。 If you are sad, just remember the world is over 4 billion years old and you somehow managed to exist at the same time as David Bowie。他にもメッセージをくれた皆さん、ありがとうございました。周りに流されず、時代の波にも流されず、常に自分のスタイルを変化させ続けたデビットボーイが大好きです。見てくれてありがとう。